ヘリー土屋の車の話始まりました。始まりました。今日は東京オートサロン2024に来ております。よきさん、楽しみですね。始まりました。で、今回はなんと、はい、なんと、はい、ついに、はい、我々のチームにも新人のなんと可愛い女の子が来てくれました。自己紹介を、はい、お願いします。星名さやです。免許取ってまだ1ヶ月です。フレッシュだな。よろしくお願いします。好きな車は何ですか？ GR86 です。はい、いいですね。はい、はい、そんなさやちゃんと一緒にオートサロンを巡っていきたいと思います。はい、はい、ということでまずはブリッツさんのブースにやってきました。一発ですね。はい、一発目でございます。今回の見どころは、たくさん見どころあるわけですけども、はいはい、まあ、まずは後ろにいるこちらの GF500H、 まあ、超高級車です。高級、ね、あのベルファイアとかアルファードとかのレクサスバンというイメージ、はい、だと思います。はい、まずはね、あのブリッツさん、早速見てください。ヒロさん、ブレーキキャリパーついてます。すごい。まあ、早速86ありますよ。そう、これね、本当にかっこいいです。はい、私もこれ乗りたいなと。86が、ね、MF ゴーストは見たことは、はい、あります、あります、ね、今見てます。はい、絶賛。はい、まあ、これ MF ゴーストのまあ第2戦の仕様になるんですけど、うん、はい、まあ、ブリッツさんのパーツがね、多数使われている車ということで、はいはい、実はこちら、はい、お車の持ち主、音響監督の美馬さんなんです。知ってます。何度もあれですよね。はい、まあ、何度もね、うちらで、はい、YouTube チャンネルで ね、うちの、はい、特集させていただいてますけど、はい、なのできっとアニメで見た車がもうそのまま、ね、はい、あるという。感動してますよ、美馬さんのね。そう、ディテールにこだわっていて、はい、ここのね、ステッカーも確かにこのスタイラルゼロっていうのね、はい、あの実際にはないショップさんなんですけど、まあ、これね、ブリッツさんとすごく似てるところが、まあ、そうですね。はい、これ今回オリジナル作って貼ってたりとか、あとこのゼッケンステッカーも貼ってたりとか、はい、っていうところもそうなんですけど、うん、仕様としてもこの MF ゴーストの仕様と同じになってます。うん、あ、そうなんですね。はい、例えばまずはブリッツァ、はいはい、ブレーキ、はい、キャリパーですね。はい、フロントもリアも入ってますね。はい、あとはこのホイールも変わってますし、あとサスペンションも車高調がついていて、あ、なるほど。はい、原作でも出てたと思うんですけど、はい、そのサスペンションの硬さを変えられる調整する機構が普通にアナログなんですけど、それをデジタルで変えられるモーターがついてて、車内から変えられるような機能もついてて、はい、じゃあ、ずらなくていいってことですね。いじらなくていいです。はい、っていう機能がついてる。普通はこう、ハンドルを切るじゃないですか。はい、潜るんですよ。背中を下にくっつけて。それをしなくていいんですよね。へ、昔なんかよくあの山とか行くとそういう人たちがいっぱいいた時期があったんですけど、まあ、そういうことをやらなくても今、車内から、はい、いいですね。汚れずにできるんですね。はい、そうですね。はい、実際にシートも変わってたりとか、はい、あとステアリングとか、ステアリングが結構こだわってるみたいなことがあって、はい、あとね、地味に美輪さんがこだわりポイントだと思うんですけど、キルスイッチが原作ついてるんですよ。キルスイッチって何ですか？はい、キルスイッチっていうのはひろきさんがね、一番競技車乗ってますから詳しいと思うんですけど、あれでしょ、あの切れてないですよね。それ違うんです。だからひろきさん、あの我々お笑い芸人じゃなくて拾えないんですよ。いや、ツッコミ終わってたんですけど、なかなかなんかぬるっとツッコまれる、恥ずかしいんですけど、はい、あの、キルスイッチって要はその何かぶつかって、うん、で例えばそのエンジンがかかっている状態だと、例えばそのマフラーとかインジェクターって、まあ燃料系統を分解したりするんで、はい、まあ、電気系を一回切るんですよ。そうするとその例えばそういう二次災害を抑えられるので、まあ、例えばそのドライバーさんが気絶してて、でもエンジンかかっていたら、まあ、他の人がすぐ車内に入って切れたりとか、ドライバー自身切れたりとか、まあ、安全面の装置というのが大事ですね。もしかすると車が燃えちゃったりとか、そういったこともあったりするので、もうワンタッチで落とせるようにしてある。まあ、要は競技仕様も見据えたっていうところでの、そのレプリカになっているんですね。便利ですね。はい、ありがとうございます。普通の人はつけないです。いらないですね。キルスイッチで。これなんですか？これエアサス？エアサスっすよ。エアサスってわかります？車高を上げられるやつですね。お腹にちっちゃいおじさん入ってて、ちっちゃいおじさん、ピュッと上がるんですよね。はい、うんうん、突っ込んでくれない？いや、するでしょうかな。もう何も喋れない。でもこれかっこよくないですか、色。そうですね、なんか赤だけじゃない、グラデーションみたいな。そう、このグラデーションがかっこいい。ブリッツといえばやっぱ赤ですよね。
はい、これはどこに積まれるんですか？基本的にはトランクとか、うん、あの積載するところ、何か荷物を載せるところの隙間スペースに置いたりするんですけど、うん、まあでも結構高いっすね。高いですよね。そうですよね。100万ぐらいですね。高いものだとそうですね。そんなに、なんかリハーサスってイメージ100万ぐらいする、はい、イメージがあるんですけど、ユニットちっちゃくないですか？あ、そう、なんかもうちょっと大きいのありますね、リハーサスとかで言うと。確かに、いやでもすごいっすね。思うところもあると思う。なんかそうですね。何のパーツありますか？そう、まずこれ気になります。何ですかこれは？カーボンインテークシステムですね。美容室とかにあるパーマかけるんです。違うんです。あ、違う。大喜利じゃないんですよ今日。肩に乗っけられそうな感じします。そう、ほら持ってきてくれるんで、ね、乗ってきましたね。大喜利大会になってきましたね。だからね、これ実際普通の空気を吸うところなんですけど、普通のやつってこういう形状なんです。1箇所しかからしか吸えないんですけど、この形状だと両方から吸えるんで、普段よりも多い空気を直に取り入れられるっていうのがメリットだったり、真面目に言うと、ね、真面目に言っても面白くないですよね。パワーアップするんですかね。そうです、パワーアップするし、エンジンにとっても熱い空気吸ってるよりは冷たい空気の方が、まあ言ってしまえば人間と一緒で、夏より冬ランニングしろが楽じゃないですか。それと同じです。なるほど。温度の低い空気を取り戻すのが、こうの機械ですね。でもこれ形もかっこいいですね。そうですね、うんうん。なるほど。はい、はい、というわけで、番組でもおなじみであるブリッツの正体さんです。今年もよろしくお願いします。お願いします。ブリッツさんのブース、たくさん車展示されてますけれども、はい、今年の展示の魅力教えてください。今年の展示、まずセンターにある GTRは結構やっぱり皆さん注目かなと思いまして、でこちらダンパーの上にカップがついてるんですけど、それで緊急回避用カップに段差があるような、大きい段差があるようなところに乗せたカップがついてるんですけど、GTR とあとフレームですね、これもやっぱり見どころですかね。見てほしいですね、皆さん。ぜひブリッツの、はい、SNS とかで展開されてるの、はい、SNS とかを見ていただいて、ぜひ遊びに来てはいかがでしょうか。はい、はい、そうですね、チェックしていただければと思います。はい、ありがとうございます、はいはい、ありがとうございます、ありがとうございます。はい、今度はトラストのブースにやってまいりました、ね、山中さん。はい、トラストやってきました、はい、今回はぜひ選んでもらいましょう。そうですね、さやちゃんに気になる1台を。はい、はい、気になる1台はですね、気になる車ありましたか？はい、こちらの GTR 3号です。はい、お目が高いですね。なんでこっちじゃなくてこっち選んだなんとなくです、直感ちょっとベタベタステッカーが貼ってあって、こうキッズみたいな感じはい、こっち綺麗ですよね。はい、これ何のやつですか？この車、今ね、そこにも書いてあったんですけど、このトラストさんの中の開発車両の位置づけのお車ということで、排気周りと、あとディシティクーラーなんかも。何ディシティクーラー？ミッションのオイルクーラーですね。はい、この車を選んだ決め手はどこですか？決め手、GTR っていうのと、はい、あとここが空いてるから、なるほど、ちょっと中見たいなと思って、はい、見ることないですもんね。はい、そうですね、全然 GTR は全く、はい、確かにね、軽トラのボンネットがなっているより GTR のボンネットがなっているのが結構答えます、はい、今ボンネットね見ていただくと、はい、結構吸気周りが変わってますよね、うん、パッと見える範囲でいうと、うん、はい、R3 号インテークシステムなんですけど、うん、グレンディさんっていうと、結構こういうクーラー系のパイピングを多く作ってるイメージがありますね、サージタンクとか吸気系のパイピングとか、それを結構また開発されてるのかなっていう感じがしますね。こうチューニングをして、要はパワーを上げて速く走るためにこういったものをつけてるっていうことですね。はい、私もチューニングしたいので、自分の車を買ったら、まだ車を買わないとね、はい、まだ車を買うところが初めてです、はい、山中さんが選んでくれると思います。見てください、超かっこいいじゃないですか。かっこいいです。この間うちのアヘッドにも N3 乗った子いませんでした？そうですね、36ですね、はい、めちゃくちゃ綺麗ですね。めちゃくちゃ綺麗。しかもこれ中は全部アルカンターラ、そう、張り替えてる、めちゃくちゃおしゃれ。すごい、ロールバー入ってますか？うん、すごいですね。こんなおしゃれな作り方あります？おしゃれすぎて、おしゃれ、
どうですか、こういう車でこうブーンって迎え来てもらったら。迎えに来てもらったら正直な気持ち、逆に迎えに行きたいですね。迎えに行きたいです。私がハンドルを握るんだと。はい、あ、ランニングで迎え行くんですか。まだ車ないからね。はい、そうですね。すごいですよ、でもこれ。かかってる。だってここもめちゃくちゃ綺麗ですよね。すごいですね。車内のこの色に合わせて、カッターだけ全部合わせる。お金と時間と、もうめっちゃかかりますからね。これはすごい完成度。はい、というわけで、HKS やってまいりました。はい、HKS やってきました。はい、やってきました。今回は 何をあれですか、信長さん気になるところが、まあ、気になるのはもちろんあの展示車両も気になる車たくさんあるんですけど、はい、なんだあれはと。私も気になりましたね。お、ちょっと見てみますか。はい、すごい。またベース車両がそのハイエースとかキャラバンでやってるのはね、見たことあるんですけど、はい、これはベースは何だ、アルファベルファイト、あ、でもレクサスっぽいな。これも LM ですね。それをもう潔くシートを取っ払って、なるほど、シミュレーターがインストールされてると。すごい、これ贅沢なシミュレーターじゃん。とんでもない贅沢なシミュレーター。これ何のシミュレーターなんですか。これはドライブ X っていうあの4軸とか、まあ、いろんな種類の、ね、シミュレーターを作ってる会社さんの筐体がついてますね。すごいですね。なんかそのHKSとかってアフターパークのシリーズメーカーですけど、なんかこういった先進的 なんか車も作られてるんですね。なんか加工とか全部車内だったりとか、こういうことになってるのがすごいなって思うんですけど。これ体験は今できないんですか。これね、体験できたらいいんですけど、はい、体験できなさそうです、ね、できないですね、残念。はい、というわけで三菱さんのブースにやってきました。はい、はい、三菱さん、今年のトピックといえば、うん、トライトですよね。トライトです。はい、でも結構あれですよ、東南アジアとか行くと、うん、まあこの方じゃないですけど、1個前のトライトとかめちゃくちゃ多かったですね。すごい売れてるんですよ、うん、だから日本で逆に今まで売ってなかったのが不思議なぐらい、はい、海外とか知ってるのが、うんうんうん、三菱さんの、りょうさん、うん、強いところといえばやっぱりどこでも走れるところですね。まあそうですね、あのランサーブリューション、パジェロとか今までいっぱいありましたけど、うん、どれも、まあ、パリダカレラで走ってたりとか、パワードラリチャップ、ラブラリシーやってたりとか、うんうん、まあ、当時で言ったらもう三菱は、まあ、そういう何でもアクロ走破性が一番強い、うん、アクロ走破性もあるんですけど運転もしやすいっていうのが一番特徴的なメーカーです。はい、ちょっとね、ぜひ間近で見れるので見てみましょう。そうですね、はい、行きましょう。うん、SUV 特徴結構ワイドにしてますよ。そうですね、はい、なんかちょっと武骨な感じがね、はい、かっこよさを演出してますよね。どうですか、実際欲しくなりません？そうですね、なんか山を走れそうな、ガタガタしてても安定して走れそうだなと思いましたね。いろいろ、そうですね、荷物も結構乗るんで、はい、ちょっと内装も気になりますね。はい、じゃあ飲みましょうか。はい、いいですか。どうぞ。ありがとうございます。じゃん、すごい、すごい車がでかく感じますね。どうですか、似合ってます。これでお迎えに来ました。どこ行きたいですか。山ですね、やっぱり。山ですか。はい、海より山派です。間違いなく走り屋の違い。そうですね、はい、はい、結構でも大きいですね。これは逆にそのさやちゃんから見てこう視界がいいなとか運転しやすそうだなとか、逆にちょっと大きいなと思ったりとか、どう思いますか。大きいですね、多分。曲がるときに後ろぶつけちゃいそうだな。後ろぶつけちゃいそう。はい、はい、まあ、そこはね、慣れてもらう、ね、そうですね、はい、はい、慣れ、はい。さあ、ということで、はい、ひろきさん、後ろはどうですか。後ろね、意外と座れる。あ、意外となんか広いですね。うん、だってこの後ろがさらにね、荷物が乗せられるから、ね。トラック的な感じなんですか。トラックですね、はい。ちょうど C セグメントのプラットフォームぐらいな感じです。あと、シートも革ですしね。そうです、乗り心地すごくいいです。うん、はい。へー。うん、ちょっと待って。
続いて ORC さん小倉クラッチさんのブースにやってきました。はい、クラッチって知ってますか？クラッチバックですか？違います。違うんです。何ですか、はい、すクラッチって。はい、というわけでですね、はい、クラッチに詳しい、この方をお迎えしたいと思います。新井博樹さんです。ようこそ小倉クラッチ。待って待って、新井、いや今日撮って、はい、いやいや今撮影してたんです。あのぜひ弊社の席説明させていただければなと思います。さあ、小倉クラッチさんに、あ、普段、はい、いろいろ開発とかもさせていただいて、はい、おりまして、まあ、何か困ったこと、わからないことがあったら聞いていただけると、はい、対応いたします。何でもおっしゃってください。まずは、はい、今質問ありましたよ、クラッチとは何ですか、はい、というところからね、お伺いしていただきます。クラッチというのはですね、基本的にあのエンジンを、まあ、ミッションっていう駆動装置に伝えてタイヤを動かすんですけど、うん、ずっとつながってる状態だと、はい、要はそのギアを変速できない、変速1速、2速、3速、4速ってあるじゃないですか、うん、まあ、オートマもあるんですけど、はい、まあ、1回切らないと移動できないんですよね、中でギアが。でその切った時にそのクラッチを切り替えてあのエンジンのミッションを切り離してあの変速するっていうタイミングを作ってあげる装置、切り離す装置。だから自動車だけじゃなくて、まあ、エレベーターとか、まあ、あとはエアコンとかにもクラッチってついてて、オンになるとそれがパチンってつながって、回してあげる。意外と日常いろいろなところにクラッチやつが伝わっていて、まあ、そのうちのある、まあ、自動車のクラッチを、まあ、はい、自動車技術ではやっているというところになります。はい、営業の前和くんがいるんで、前和くん営業としてあの小倉クラッチの製品の紹介、はい、お願いしてもいいでしょうか。はい、小倉クラッチの前田です。まあ、今日いろいろと、持ってまいりました。まあ、特に、もう本当にレースで使っているようなものから、普段街乗りにも使いただけるようなものまで持ちましたので、もういろんな種類、メタル、カーボン、オルガニック等と皆様のご使用用途に合わせたものをご用意しておりますので、ぜひ、小倉ブースに来ていただければと。我々と、まあ、どういうクラッチがいいのかとかという話も、相談できますので、少しいただければと思います。これ GTO ですか？はい、スーパー GTO ですね。GT300 とかお使いいただいてます。今度はちっちゃいですね。まあ、そうですね。小径にすることで、はい、レスポンスを良くと。その代わり枚数を増やして、はい、これだから、何枚？4枚ですね。4枚、本当だ、4枚。枚数が増えることによって何が変わるんですか？摩擦力が上がりますので、うん、対応、まあ、トルク馬力っていうところが上がっていきます。より強い大きなパワーに対応できる。なるほど、うん、レーシングカーってここのマスって言うんですけど、これが大きいと重たくなっちゃうんですよ、回転のレスポンスが。なんでなるべくちっちゃくちっちゃくするんですけど、今度ちっちゃくすると対応するトルクとか馬力に耐えられなくなるので、うん、その分こっちで枚数を増やしたり、あで、あのカバーする、うん、そうです、はい、ありがとうございます。はい、はい、続いてはグリッドブースにやってきました。はい、加瀬社長、今年もよろしくお願いします。今年もよろしくお願いします。はい、グリッドのも、まあ、モータースポーツのことからね、ちょっと言いますと、今年もチームグリッドっていう活動でね、12カテゴリーのところで、グリッドカラーが、はい、走ってます、走りますみたいなね。今年はそれもやるということで、あの実は、レーシングドローンもね、実は去年、第1回の、まあ、JDL っていうんだけど、ジャパン、はい、ドローンリーグのシリーズチャンピオンだったんですよ。おー、ありがとうございます。180キロぐらいのところでピュン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 、早いですよ、ね、それも一応そういう活動もちょっとやってるということで、はいはい、一番大きな、まあ、目玉っていうのかな、はい、ちょっとあの日本初だったり世界初だったりするの、世界初、あの当然日本初か世界初、ね、まあ、西陣織を、ね、はい、カーボンで織った織物を使ってシートを作ったと、作った、はい、で今回ね、まあ、発売するんですけど、はい、それがちょっと、まあ、おしゃれで、はい、まあ、ラグジュアリー感満載の、そういうのを今回やるんですよ、はい、コラボでね、はい、レーシングミクルのコラボシート、はい、昨年もコラボされてましたね。すぐ売れちゃった、ね、そう売れちゃった、ね、あ、もうすぐ売れちゃった、うん、今年も多分結構人気なんだけどね、それとかの MF ゴースト、はい、それのコラボも実は今回やるんですよ、はい、これはあの GR86 だから限定86脚
へぇ、ジョブだけに。これもすぐあるわけだから、はい、あっという間になる。そんなこともね、はい、やって、さらにまたそういう大きなブランドがあるので、はい、それもやったりもして、まあ、それはね、あのモータースポーツとか実際に車に使ってもいいし、下手したらリビングで使ったりとか、ひょっとしたら e スポーツで使ったりしてもらって、はい、そういうような取り組みもね、今年やるんですよ。はい、うん、楽しみに。天候もありです。はい、すごいです、ね。しているところなんですけど、ちょっと僕はずっとこの、うん、その先ほどおっしゃられた、うん、この西陣カーボンがとても気になるんですけども、これ西陣カーボンの、はい、このシート、まあ、世界初だったりっていう、まあ、その自慢だらけなんですけどね、はい、要するにラグジュアリーの極めのトップブランドという感じで、西陣の、まあ、東レさんの、まあ、はいはいはい、材料を使って、まあ、織物を作ると、その技術がすごいんですよ、まあ、それは、まあ、本当に技術力の塊みたいな、ね、そういう方がいらっしゃって、そこで織り上げたものをシートの素材にするということで今回ご紹介するんですけど、ね、うん、これはちょっと話題性はあるんじゃないかなと思って、ね、そう、模様がもう普通と全然違いますね。初めて見る模様ですね。おしゃれですね。カーボン、まあ、立体的に見えますよね、うん、カーボンっていうとやっぱりあのカーボン調っていうのがありますけど、西陣織にすることによって、うん、なんかこの難しさというか、めちゃくちゃ難しいし時間かかる。あ、時間かかるんですか。うん、要するにあの隙間を開けることによって、はいはい、その立体を見せるんだよね。なるほど、なるほど。これまあその西陣カーボンの織物をね、あのアクリル板で、まあ、こういう感じですよって、これ立体に見えるでしょ。はいはいはい、確かに立体的に見えますね。こういう技術って普通じゃできないんですよ。あ、平面なんですか。でもこれ平面なんですよ。平面で、まあ、アクリルで両方重ねただけなんだけど、すごいですね。こういうものを、まあ、車のね関係に、まあ、一部ちょっとエアロとかね、あの一部そのリリースはされてたメーカーさんもあるんだけど、はい、まあ、シートで使うのは初めてってことで、あ、まあ、これを広めていければな。すごいですね。世界初っていうのが一番大事ですね。世界初ですね。それと量産できないので、あ、一脚一脚本当に時間かけて、うん、あの一脚一脚あの折るのにね、すごい手間暇かかるので。はい、続いてはウィンマックスさんのブースにやってきました。やってまいりました。はい、やってまいりました。今回って GTR の展示率がいろいろなブースすごい高いですね。そうですね、確かに。8台ぐらいも見てるんです。この西ホールだけで見てるんです。今回は GTR で、そうですか。はい、あの、もちろんキャリパーキットの方を、受注開始しますので、その、まあ、ちゃんと。受注今回のオートサロンで開始なんですか。今回から開始です。なるほど。じゃあ、納期的には今入れれば最短3月ぐらい。ああ、もう、まあ、2ヶ月。そうですね。そこで、まあ、デリバリーが試されるみたいな。はいはいはい、はい。どうですか、売れ行きの予測は。まあ、なんともちょっと僕らとしても、はい、こんだけ結構高額なキャリパーっていうのは、はいはい、初めてだと思う。まあ、とりあえず、一応、まあ、仕組みとしてはママチャリのブレーキと大して変わらないです、うん、ま、回ってるものをこれでつまんで止めてる、はい、で、違うとすればママチャリのブレーキはワイヤーで効いてますけど、うん、これはブレーキフルードっていう液体で圧力を伝えて、うん、押し付けて止めてるっていうことで、うん、で、大きく分けて、部品は4つ、ローター、キャリパー、パッド、裏についてるホース、この4つで。で、まあ、車買い立ての人は、もしスポーツ走行されるんだったら、ここのパッドっていうパーツを変えていただくだけで、とりあえずスポーツ走行はできます。このパッドがあることによって何が変わりますか？まあ、そうですね。ブレーキの性格。めちゃくちゃ効かせることもできるし、はい、効くと首つかれるから嫌だっていう人は落としたりとかもいるし、うん、あと泣きだったりとか、まあ、そこでも変わるっちゃ変わるけど、はい、まあ、大きくは効きですね。効きと、あと耐熱性、はい、どれだけ熱が、まあ、結構これ
色変わってるって分かると思うんですけど、はい、あの言うて由来かかるんですよ、うん、大体、まあ、ひどい時は7800の1000高い、うん、その熱に耐えられるかどうか、はい、一般的な市販車のブレーキって3-400度ぐらいしかないんですよ、うん、その面で変えてこのパッドを変えて、はい、で次ローターヘッダーから変えて、うんうん、でもう角なる上はっていう感じでローターを拡大してキャリパーを作るっていう3ステップ、ヒロトさんみたいな派手な使い方するんだったらキャリパー派手な使い方派手なんですか全然派手じゃないですよね、キャリパーの色変わってないのキャリパー変わってないですよそのままの色で今回ね、そのキャリパーを開発されて販売をぜひされるっていうことですけど、はい、これキャリパーを作った理由でちょっとお伺いしたいんですけど、理由、まあ40周年って一つの大きな節目であるっていうのと、あと、まあ、これから、ね、今電気自動車になってくると、うん、パッドが減らないデザインになってくるので、うん、その中の、まあ、ブレーキ屋としての新たな一つの提案としてキャリパーっていうのを作りさせていただいて、うん、あとキャリパーはもともとやってたエンジニア店の2人で、うん、うち の会社にいて、うん、で、まあ、彼らの協力もあって、キャリパーの販売っていう流れになりました。はい、キャリパーを変えるとこのキャリパーを変えると何が良くなるのかというのは分からない方もきっと今見ている方にはいるかもしれないので、はいはい、ぜひそのキャリパーを変えた時のメリット、魅力を教えてください。メリットは、まず一番大きなメリットがかっこいい、かっこいい、かっこいい、間違いない確かに、うんうん、で、まあメカニカル的な、メリットっていうのは実はキャリパーのポト数が増えるとブレーキって効かなくなるんです。っていうと語弊があるんですけど、初期のコントロール性が良くなるんですよ。パッドを全面きれいに こうやって当たるんじゃなくてこうやってきれいに当ててくれるので、それだけコントロール性というか初期の危機を落としてくれるので、どん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 攻撃的なパッドを選択することもできるし、なんて扱いやすいブレーキっていうのが、まあ、大きなメリットですね。で、利きは上がるんですけど、ブレーキの利きを決めるっていうのは、実はローター系、ローター系が拡大すれば、ブレーキの利きは上がります。で、そのついでにビッグキャリパーをつけると、その利きをちゃんとコントロールできるっていうのが、キャリパーを変えるっていうメリットです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。続いては、円形さんのブースにやってお会いした、我々のね、ラリーパスの足元を支えてくださっているので、ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。去年の WRC も、はい、連携さんのおかげで一向パンクせず、あ、よかったです。ありがとうございます。リムのところにこう衝撃があっても、リムのところが全部なんていうか応力を逃がしてくれるというか、あの設計にだいぶ助けられて、ね、何か乾燥しないとやっぱりです。そうですね。あと5分切らないです。っていうのを念頭に置いて、大切にしてます。ありがとうございます。なんとか、リリン駆動で総合10位、WRC のポイント入るのが、史上3人で話だったので、よかった、それに少しの貢献できる。いえいえ、ありがとうございました。何回かでもパンクしたかなって思った衝撃があったんですが、やっぱり道が荒れて雪が降って、で排水溝の上をまたぐラインとかあるので、まあ、その中でパンクしなかったのが一番大きいかなというふうに。おかげさまで、すいません、何本かだいぶ負けたんですけど、半分ぐらい負けちゃったんですけど、おかげさまで完走して、消耗品になっちゃうので、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。はい、まあ、今回新しい商品もラインナップで、はい、加わったということで、展示してますので、はい、商品の紹介も含めてしていただければと思います。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、はい、一押しをぜひちょっとお伺いしたいんですけど、はい、そうですね、ちょっとここからの円形ディッシュ2というモデルが分かるんですけど、ちょっとリメイクになるんですけど、旧車とかになりそうですね。デザインがめちゃくちゃ1968年、まあ、40何年前、はいはいはい、にアフタヌーンティーホイールの第1号として発売した円形ディッシュのデザインを、はいはい、まあ、リメイクして、新たにちょっと製法を変えまして、まあ、再登場という形で円形ディッシュ2という場合で、はい、登場します。なるほど。その下も、これもまたリメイクになるんですけど、はいはい、昔、アライブという、はい、ロードスター向けホイールで、1900
90年ぐらいですよね、はいはいはい、一世を風靡したと言われる、まあ、私もちょっと世代じゃないんですけど、はいはい、コイルのリメイクで今回 ND ロードスター現行ロードスター用にサイズをちょっとリメイクしまして、あ、そうなんですね、うん、なんかすごい結構大きく見えますけどそんな大きくないです、ね、16インチなんですけど、ああ、うん、なるほど、 ND ロードスターに、まあ、向けて、はい、今回は、はい、プチン登場という形で、あ、なるほど、でまずここが2本、はいはい、これセンターキャップのデザインっていうのは違いますね、この辺は昔の、そうです、ね、当時のこれなんか特に当時のデザインを踏襲して、はい、作っています。でこのロゴがまあ、円形の旧ロゴという昔のロゴになってまして、まあ、今はそうだ、ね、こういうスナップという形のロゴがあったんですけど、まあ、昔のオリジナルのロゴを再現しています。へえ、すごいですね、その当時のロゴまで再現して、そうですね、出してるというのが僕気になったんですけど、これ六欠じゃないですか、これ車的には何向けになるんですか、ハイエース向けってことは、ハイエース、確かにハイエース似合いますね、ハイエース向けでちょっと小さな感じで、うんうん、はい、感じさせながら、はい、どうですか、なんか気になるホイールありました？そうですね。ちょっと旧車なんですけど、はい、はい、可愛らしい。これも可愛いなと思います。はい、すごく、はい、黄色ってあんまり見ないなと思って。はい。オールワンっていう商品なんですけど、はいはい、かなりいろんな今ねボディカラー、車のボディカラーが結構いろんなカラー確かにあるんですけど、はい、まあ、そういうのにも合わせやすいように、まあ、この他にも赤とか。あ、そうなの、設定があるので、はい、じゃあ本当カスタムできるんですね、色合いから含めて、そうですね、あ、なんですか、今回、はい、追加カラーという形なんですけども、 RP とかも原型で言えばというデザインの RP とかに SBC というちょっとキラッとした表面仕上げ、はいはいはい、メッキみたいに見えるんですけど、はい、メッキ調 の、 あの仕上げを施したカラーを今回追加です。今までシルバーと黒しかなかったですよね。シルバーと黒、この2色になってるんですけど、サイズによってはなんか白しかシルバーしかなかったみたいな。まだサイズは絞って展開になるんですけど、これもちょっとサイズを限定して、あ、絞って、あ、なるほど、2色で、おー、でもいいですね、これ。結構アメリカでは通常ラインナップしてるので遠近アメリカになるので、あ、そうなんですね、 USNQ モデルを設定したんですけど、国内では初登場ということなので、アメリカのそのセマショーとかご覧になってた方々は結構欲してたんじゃないかなと。なるほど、今回今年日本でも買えるよと、あ、今までアメリカでしか買えなかった、はいはい、めちゃくちゃいいです、ね、そう、結構ユーザーさんからも待ってましたみたいな、あ、まあ、結構反響も大きいラインナップかなと思います。ということで、はい、開けました、来ました、ニューモデル気になってました、はい、気になってました、はい、はい、これが今回、まあ、一番目玉になるかもしれないですね、単造の製法にはなるんですが、名前が MVR5 という形で、日産の GTR、はい、マルサンの GTR 専用のサイズにということで、展開しています。ちょっと外観の仕様とかはまだ進めてる気になるので、ちょっと変わるかもしれないですけど、はいはい、今年24年の、まあ、夏までには量産できるかなという形で今開発を進めております、はい、実際プロトタイプにはなるんですけども、はい、今回ブリッツさんのブースと、はいはい、エンブレスさんのブースに、はいはい、GTL に実際に装着をされて、はい、提示されてますので、はい、またそれも合わせてご紹介いただければと思います、はい、すみません、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。はい、続いては日産ブースにやってきました、はい、日産は今回何が発表されるんですか。先ほど、はい、電気自動車のアリア、アリアって電気自動車なんですか。そうなんです、知ってますか。知らなかったです。初めて聞きました。はい、それは知ってます。はい、というか、そのね、アリアのイスモバージョンが発表されたんですよ。おー、はい、まあ、尖ってますね。はい、なの で、はい、この後取材させていただけることになって、うん、行ってみたいなというふうに、この後ろのは触れなくていい、気になりますよね、はい、これエクストレイルのクルーラーコンセプト、はい、最近多いですよね、この SUV のこのモールみたいなやつ、ね、モールつけたりとか、あとね、上にいろいろ作るようにしたりとか、でもこれもこのためにやっ
やったんですよね。あ、まあそうだよね。まあ、結晶塗装みたいな。かっこいいですね。うん。まあ、これもありながらの電気自動車、ちょっと行ってみたいかな。はい。はい、行ってみましょう。行きましょう。はい。ちょっと気になったものがあるんですけど、はい、これって何ですか？これは、はい、電気自動車です。電気自動車。だから電気自動車は間違ってないんですけど、はい、これは、まあ、フォーミュラ E って呼ばれる、まあ、フォーミュラっていうのはこういうオープンホイールっていうのはタイヤむき出しの、はい、まあ、よくフォーミュラっていうんですけど、それの、まあ、日産が作っている、まあ、電気のレーシングカーです。で、実はこのフォーミュラ E って世界中でやっているレースなんですけど、実は今年、はい、日本でも開催されることになって。おー、ちなみにどこでやるんですか？東京です。東京。お台場です。お台場。はい。おー。なので今ね、このフォーミュラ E が暑いんですよ。そうなんですね。はい。そんなマシンがここに今展示されてるっていうところで。これね、カラーリング、可愛くないですか？可愛いですね。なんか日本っぽい桜ですかね。はい。っていうのが展示されてる。はい。では、アリアニスモのですね、まずあの変更のポイントですけれども、まあ、あの、元々の基準のアリアに比べて、まずあのエアロパーツですね。またあのスポーツモデルとかのいうところで空力性能のところにはこだわってやってますので、はい、あのいわゆる、まあ、あのフロントですとかサイドシールのプロテクターなども含めて、あのしっかりと、うん、あのスポーツモデルに足るものにしておりますし、はい、まあ、あとはこの赤い一文字のラインですね、うん、っていうところも、まあ、アリアの特徴として、アリアニスモの、あの特徴として、見せているところでございます。はい。で実際あの今タイヤもですね、あの20インチということで非常に大きい、うん、あのホイールと、うん、まあ、あの、ロープロのタイヤと、うん、あのいうことにしておりますし、まあ、ちょっと中は見えないですけども、いわゆるあのショックアブソーバーですとかスプリングサスペンション、はい、などについてもしっかりいつもの走りに耐えられるようにと、あのいうもので専用モデルのものを搭載しております、うん、とその、まあ、先ほどあの外装でエアロパーツをっていうところをお話しいただいたと思うんですけど、結構電気自動車って言えば静かだっていうイメージとか、はい、あの私の中すごくあるんですけど、その走行性能を上げると多分音とかも出たりとかすると思うんですね、はい、そのあたりのエアロの味付けっていうのはどういった形でやられていらっしゃるんですか？はい、まずあの元々 の、 そのアリアの方でもやっぱり車両の中の静粛性、いわゆる静粛性がそういう高級感ですとか、あのラグジュアリー感にもつながるところがあると思いますので、そういうところには徹底してやってますので、いわゆる防音遮音のところはあの完備しております。でその上で、まあ、あの今回あのエアロパーツですとか、あの速度ですとかダイナミックな走りができても、まずその静かさっていうところは一つは担保できるようにしているというのが、まず音の面では一つでございます、はい、でもう一つ、あの今回ですね、あの今日産フォーミュラー E の方にも取り組んでおりまして、はい、そのフォーミュラー E のやっぱり電気の走りで、まあ、ここまで極限のことができますという、まあ、象徴ですので、やっぱりそういうフォーミュラー E の ノウハウっていうところもこのアリアに取り込んでいるところがあります、はい、なのでアリアニスモ の、 その加速の時にあの出るモーターの音にですね、モーターの音を出す時にあのフォーミュラー E の時 の、 あの加速のあの加速の時 の、 あのモーター音をあのスピーカーでも出してですね、はい、あのよりそのいわゆるワクワク感あふれる、うん、あの運転というところがあの、まあ、ドライバーの方にも感じていただけるという工夫もしております、はい、ありがとうございます。ちょっとぜひ内装の方も見ていきたいんですけれども、内装につきましては、はい、まずあのシートですね、内装につきましてはニスモ専用と、はい、あのところでやっております、はい、そうですね、ロゴが入ってますね、刺繍で、まあ、あのしっかりあのバケット型 の、 あのシートになっておりまして、はい、いわゆるあのスポーティーなそのまあ、ダイナミックな加速減速というところでもしっかり体をホールドしてもらえるようにというところでやっておりますし、はい、あとはまあインテリアのところでもですね、あの赤い一文字 の、 です、ね、あのラインと、うん、あのいうところはやっぱりニスモの特徴というところで全部決定をしています、はい、それから今あの下の方で赤く光っているところ見えるかと思います、はい、こちらもですね、あのマグマっていうテーマで、はい、あのいわゆるあの、室内灯という形でやっております、うん、はい、あの元々の基準車のアリアだと白多く光るんですけども、うん、やはりここもまあ運転する楽しさですとか、うん、あのそういうところを演出するためにというところでやってますね、はい、あの夜乗るとすごくあの気分が上がる、ね、はい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 、赤いとかっこいいですよね。そうですね、はいはい、あとこのやっぱり日産といえばプロパイロットが、はい、あの非常に印象的な一面もあると思うんですけれども、はい、プロパイロットこの車に関しては何かこう進化したりとか、そのニスモになったから何かこう味付けがされたりとかっていうのはあるんですか？あのまずはプロパイロットの仕組み自体はあのしっかりプロパイロット 2.0 というところを、はい、あのいわゆるレベル2相当 の、 あの自動運転というところをあの継承して乗っております。で、まあ、システム自体は大きくは変わらないですけれども、いわゆるまあニスモの車の挙動でもしっかりあの自動運転というところ、
動運転支援というところが維持されるようにというところで、はい、改めていわゆるカメラですとかセンサーのところは、まあ、はい、再調整をしている最適化しているところです。はい、ありがとうございます。これメーターとかも実際は起動するとニスモだからこそのメーターみたいなのもあったりするんですか。はい、まあ、いわゆるパワーオンしたときにそういう演出が出るという形にしておりますが、はい、すいません今日はちょっと出ない形になっております。はい、ありがとうございます。はい、はい、ということで、アリアニスモですね、ご紹介させていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。中古車買取ホット、車買取専門店、高価査定はプロにお任せ。お手軽スマホ査定なら最短5分、中古車買取本舗で検索。車のことならアヘッドモーターサービス、あなただけのこだわり。車の競技、カスタムチューニング、新中古車の買取販売ならアヘッドモーターサービスへ。車の話番組 YouTube では今回映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。